こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。今日は伝説のフィッシュ、うまるねそうそうやったねの畑たくまさんとバス釣り対決で、よいしょ、はい、お対決やダムで船で分かれて、うん、畑さんチームは1人です。1人バスプロチームの畑さんとバス好き、うん、おじさん2人組と素人2人僕と畑くん、はい、で3チームに分かれて船でパッと分かれて、はい、もう長さの合計で対決します。なるほど。じゃあ30センチ、40センチ、50センチ釣れたら120センチみたいな。そうですそうです、うん、そんな感じで29センチ以下はノーカンツ。なるほど。こういう感じでとりあえず一旦12時タイムリミットで、うん、5時間半です、はい、5時間半じゃあいきますか。いきましょうか、はい、レッツゴー、はい、よし頑張るぞ。皆さんご機嫌いかがでしょうか。釣りは世界を救うのでしょうか。そんなことより見てみませんか。釣りよかでしょう。これ立って運転した方がいいの？どうなんですかね。てか俺、エレキ運転したことあんまないんだけど。すげえ、こんなとこで釣りするの初めてだな。楽しいね。うん。ちょ。向きが。もう投げてる人いるよ。投げてる。ってる。まあ、ちょっと。すげえ。プロずるい。俺もじゃあ立って練習するわ。ちょっと待って、マジでそんな、うん、そんな感じでいけるの？無理くね、そんなプロだやっぱり。怖い。私ガンガンいってる。まずはしかもルアーも昨日買ってきたからね。2人分久々に購入しました、ね、ドーンでいきます。はい、おー、いいですね。もうバッチラインも巻き替えたばっかりやけんですね。バックラッシュしやすい。やはり初心者ジムはねえ。こういうトラブルが多いのか。さあ、俺徳ちゃんチームで、はい、ガンガン行きます。行きましょう。楽しみですね。うん。ああ、結構流れてたりとか。ああ、結構いい感じ。すごっ。岩盤とかも。確かにね。あ、ちょっと琵琶湖に。この前は行かしてもらったけども、でもまあそれ抜きでも俺の役全然してないですよね。私してない、してない、本当にしてない。なんかていうかあれよあれよもう半分過ぎたって感じです、ね、そうそうそう、なんかあ春来たかなでも夏みたいな。あでも春ちょっとやりましたね俺。うん、濁りは良かったばって、ちょっとこの辺なんか粉っぽい濁りなんですよね。なんかあのちょっとずれないっていうの。じゃあもうちょっとスピード上げてピャーっといっても大丈夫？はい、大丈夫です。 OK、 はい、よろしゅうに。はいよ、勝ちにいかんといかんけどね。そう、勝たんといかんけど、勝たくない、倒しにいかんといかんけど。じゃあピャーっと移動するよ。シャーっと行きますか。じゃあピャーッと移動します。はい、とりあえず上流に向かって。そうですね、最初のとこよりだいぶ、うん、水はマシですよ。表面がちょっとあのなんか食いそうな濁りに変わったって言ったら分かったかな、なんかよう分からんですけど。はい、何をつけるんでしょうね、宗男くんは。あと、はい、大量に持っててね、大量に持ってきて、はい、畑さんの新しいルアー、はい、タイガー、はい、フィッシュマグネッ
との対談。はい、飛ぶね、飛びますよね。このレア獲得は決まるぜ。このルアー本当決まりますよね、うん、投げやすい。やっぱスピナーベイとか、うん、チャターとかの方がやりやすいでしょうね。鯉は太陽君だ。鯉。今日カープフィッシング。カープ、カープ、カープ。カープじゃなかですよ。カープ、カープってこう綺麗よかです。カープ広島って言って。はー、新タイガースって知ってますどっちが最上流かも。はい、追い抜けても分からんです、初めてなんだから情報量一緒やて、宗男君と俺に聞かれても。でもどっちって思います？右と思います。おい、左と思います。右と思う。いや、今のボイルじゃない？あ、左やね。なんかボイルじゃなかった？はい、多分ね、小魚終わりよったよ。あ、まじですか。上手かったね。上手やったですね。うわ、出たっすね。出ましたね。ちっちゃかったですね。でも出ましたよ。スパって。まだ上があんの。お、今のバスバルですね。あ、釣り好きおじさんだ。ねし、何使いよっと。俺も買ったよ。同じ。同じ。こういうとこでトップ投げるのが憧れやもん。よし、俺ら違うとこ行こうじゃないですか。はい、なんかここでもたもたしよん雑菌が。フレッシュウォーター場ね。フレッシュウォーター。え？なんか。こい。おー、ぬるーって泳いでいった今。寝たもんね、バス君が。俺にはこのルアーの使い方わからんけど。ワーム使ってあまりこだわらず行きますか。はい、で追ったっていう情報を流してここにまた足止めさせて、ね、50ぐらいに乗ったよ。でも本当です。本当です。マジ？確かよ。こら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 。おい、お前時計局か、お前は。こらこら。向こうの妖霊さんと旗が見切った時、本当の情報かもわからんけど、そう言ったら行くよみたいな話はしなかったでしょ。それで行くとはもうどこのバカ誰かで。あ、でもマジで50。OK、 来た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 。あー、これはどうなの。OK、 来たよ。来た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 。おお、どうだ。ちょっとでかくなったんちゃう？これはちょっとでかくなったかも。お、オッケー、来た来た。でかい。来たよ。よし、15グラム。おら、でけえ。ふぅ、目をばらした。
ちに終電の中よっしゃー、いい。ヘイヘイヘイ、いいサイズ。オッケー、出た、断水。よっしゃよっしゃ、断水来た。よっしゃ来たぞ、断水。もうただまくない、どうかな。よっしゃオッケーオッケー、呼べる魚のパワーが違うぞ。イエス。オッケー。来た。おっしゃ、来た。対岸、対岸。対岸で来た。対岸で来たぞ。将来対岸で来た。対岸。え、対岸で出たって。じゃあトップで出たんだ。何センチだろう。うっひょー、なんかすごい水しぶきが見えたよ。でかそうね。うわー、でかー。よっしゃー、ほい、対岸、対岸。バスフィッシングイエース。おお、めっちゃでかいよ。50ぐらいあると思う。いいよ。やったぜ。ほら、へい、バックリ食ったよ、バックリ。タイガンバックリ。かっこいい。来てるぜ。すごいすごいすごい。畑さんの場所を取って、取って、はい、多分どっかそこら辺でつけた方がいい。ああ、あそこか。あのほら、あそこ浅いやん。はいはいはい。あそこに船くっつけちゃって、こうやって。なるほど。海岸をね。海岸を。ボイルが起こるからこれ。さっきもボイルですか。今のボイル。はい。ボイルに投げた、食ったから。なるほど。じゃあ色一緒だから。そこら辺ですか。いいタイミングで落ち着きましたね、本当。本当フィッシュマグネットマグネットや。フィッシュマグネットマグネットの実力や。でこう持っておりゃーって乗せれない。ナイスナイス。ここに乗せよ、ここに、その後ろに。おいいじゃんいいじゃん、完璧完璧完璧。しや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 し。完璧や。よしよし。あー疲れた。ここ釣れるやろ、こんなとこ。絶対釣れるやろ、こんな。ルール違反。船の上からっていうルールはないないからね、うん、水が冷たくて気持ちいい。めちゃくちゃ気持ちいい。畑さん、あっちめっちゃ流れ早かったんですよ。で、めっちゃ早いのに対岸出た。あー、始まった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 。投げろ。え、そういうこと。ああいうのがたまに起きるから、それを狙って。え、楽しい。え、なんかあっちでやってないですか。あっちでもやってる。この辺だったよね。はい。めっちゃいい動きしてる。やばこんなん釣れるやん。だいたいこういう流れあったらすね、なんか動かなくなるけどね、流れ速くても。めっちゃ動く。さあ、俺らの本気見せちゃう、宗男君。見せちゃうか。見せちゃいますか。ちょっと木に上がってくれんですか。うんこしとなってきてで。ふざけんなよ。じゃあ、頑張りましょう。頑張りましょう。もやーっとしようですね。バスなのか、お、食った。お、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 食った、食った、食った。ナイス、ナイス。
ナイス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 、ちっちゃいけどナイス、頑張って頑張って頑張ってよ、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ナイス一匹目、ナイスです。ちょっと測ろう測ろう、ちっちゃいけど測ろう、30あるやろ、30ありそう、あると思いますよ。お、30超えた、お、34ですね、はい、ナイス、ありがとうございます、初バス、ここのナイス、ありがとうございます、やったね、はい、はい、もうここからこの大きさで全部埋まっていくけん、はい、頑張りましょうよ、はい、頑張っていきましょう、よかった、よかったですね、ナイス、いやー、見逃れ、はい、ナイスです、昨日釣り具屋さんで買ったやつ、あー、そうなんですか、よかったですね、凍ってよかったじゃないですか、凍ってよかった、ちょうど2メーターぐらいまで行くやつ、うん、ちょっと欲しくて、なるほどなるほど、いや、買っとってよかったですね、マジ買っとってよかった、はい、あー、初バスをもたらしてくれました、ありがとうございます、皆さんありがとうございます。ヨーライとハタどこにいるでしょうか、どこだどこだってやつやろこれ、どこだ、ここお、来た、ナイス、ナイスナイスナイス、おお、いいサイズなんじゃない、わわ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 わ、でかいでかい、5メーターは中ですけどなかなかあるしねめちゃくちゃ流れに乗って、おー、いいサイズ、いいサイズ、お願いよ、お願いよ、ナイス、やったー、ナイス、やりました、やったー、いやー、すいませんね、皆様、観客の閉じまして、あー、4号なかったね、44センチ、ナイス、とりあえずランディゲットですね、44センチ。ああ、そうね。はい。ランディはいただきます。ランディバース。おはようございます。ああ、こら、はい、こら。ああ、すみません。胸くん乗って。おい、もうずーっと回ってやろう。はい。あ、ナイス。44センチ。いいね。出た、おっしゃ、オッケー、でかい、ダウスイ、でっけ、おっしゃこれ八の字決まった。はい。イエース。え？マジ？すげー。でかい？八の字で釣ったの？マジで？ハタさんがまた釣ったって。しかも八の字で釣ったって。マジ？ビッグベイト八の字かな。かもしれないですよね。ダウススイマーでビッグベイトで八の字。すごいナイス。じゃあ私もこのビッグベイト組んで、俺たちエンハリツ付
切れないときだよ。いかん、最近爪切ったけんこれきついぜ。うわビッグベイト投げて、いやちょっと俺頑張ろう。宗男氏こっちのチームね、バックラッシュ直すのとダウススイマーのリングつけるので1時間ぐらい経ってる。ペンチは偉大だなっていうのが分かった。持ってんのペンチ、マジ先に言ってよ。30分かけて1個つけた。あ、宗男氏もうつく。見て、あと3ミリ。ありがとう。うわー、これが伝説の、これが一緒に着いた。一瞬いいね。もう3、40分やってたよこれ、ひたすら。あの、畑さんが8の字で釣った時からずっとやってた。もう今日のね、1時間半は何かね、ラインを直したりルアーつけたりね、バス釣りの難しさを知ったよ。ありがとう。日向いると暑いやろ。こういいのがあってね、ここ。ほら、これあれあれ。お、始まった始まった始まった。ほら、お、ほら、ほい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 。ほら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 。クエ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 。ハタも。2匹でやってた。あ、まだいる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 。お、来てる来てる来てる。これこれ八の字行ってる。八の字八の字八の字。あれどっか行った。ん？来た？来た？ナイス何だ？嘘だろハタ君。ハスだ。タイガンすごいですねやっぱり。タイガン釣れた？釣れましたね。ハスですね。ハスでしたね。はい、でも。横通った瞬間追っかけてきて、あ、そうなんだ、はい、あでもハスクらしいからね、うんうん、まあ一匹は一匹っちゅうことで、はい、ナイス。でも30以下やばいやばいやばい、離れる離れる離れる、旗船が離れるよ。俺らの安息の地だからここ。よいしょということでした。ハス、はい、でした。でした。お、食った食った、来た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 。バスだろそれ、バスだろバスだろ、多分バス多分バスだ。バスです、バスです。初ビッグ、おー来たよ来たよ。ナイスー、よいしょ、オッケーですね。これは今のあれじゃないね、うん、ナイスー。何年ぶりのバスだろこれ。ナイスー。測んないといけない、測りましょう、はい、やっぱりドーン、じゃ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 ん、はい、41、ナイスー、41cmでした。1匹目、おえナイスー。スピノベ、スピノベ強いっすね、やっぱり久々はすっと楽しい。ずっとやったら釣れるぞ、はい、お、ハス。多分か、そう、今のパチャパチャみたいなところに投げたら釣れたの、釣れました。、うん、いいっすね。でもスピナベだな。おー来た、おー待って、おっしゃー、やったやった、スピナベやっぱり強い。はい、何これ、何これ、ハタ、ちょっとこっち上げますね、ハタ、何これ、に、濁い、すごいね、これハタ、何これ、濁いハタ、濁いイエーナイス。まあでも、測っとく、バスって言ってたっけ、長さ勝負、そうですね、あ、50ありますね、50、50ですね、51あります、51の濁い、はい、ナイス。ありがとうございます。なんで？めっちゃ当たりやったけどな。なんで？なんで？あ、また白鯉だ。お、おーし、おー来た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 。あ、え、これな？これな？また違うよ。え、なんこれ？なんこれ？また違うよ。なんこれ？また別の魚よ。え、これハスか？え、ニジハス？なんそれ？なんこれ？なんそれ？デカハスかな？3匹目。でも30超えてそうだから測る。
旗マジとことんやで、ね、なんで33あります。51の濁いと33のハスです。ありがとうございます。なんでマスおらんと。ちょうどダウズスイマーぐらいのハスやね。ですね、こんぐらいは余裕で来るんでしょうね、うん、確かに。行ってみましょうか。なんか糸はい。よし、じゃあ出船します。ナイス。いや、見よるっすね。食いました？お、食った！ナイス！ナイス！お、でかいでかい！でかい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 ！ナイスナイス！ナイス！ナイス！でかいでかいでかい！ナイスでかいでかいでかい、ナイスナイスでかい、ナイスナイスナイス、測りましょう測りましょう、お願いします、お願いします。47ナイス47、あざす、ナイスでーす。いい。こうなります。おい。ナイス。ありがとうございます。ああ抜けた。あれ。取った？当たりました。おお。逃げていきよう。ああ。当たったんか。あるね。頑張ろう。それにしても徳ちゃんの操船って言ったらレアかね、はい、レア。あやっぱ未選権ですね。まあ未選ね、基本おかっぱりの男なんでね。未選権がなかなか、うん、これもちょっと重た。痩せてる。お、食った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 、ナイスナイス、じじじ言わせて、スピニング気持ちよさそうね。しなっとるやー。はい、ナイスさー。結構いいサイズよ。60センチぐらいかと思ったら、60センチぐらい。40ぐらい。ちょうど40。ジャスティ40。飛ばすな、水場。おいのボックス水浸しないよって、こら、おい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 、あ、すみません、こら、やっぱこういうとこですね。ね、もうそういえば、今日そこだけ、そこだけ、うん、おいしいとこ来ますよって言って、明快どんぐだった。明快って、あ、迷うって書いてや、やっぱりおいしょ。あ、こう迷うとられてないですか。これ一回ちょっと当たりになったところにこう戻っただけです。ああ、釣れた、あれからも釣れた、おお、誰、あ、徳ちゃん、合計何匹釣った。4も、徳ちゃん何匹、胸くん2匹、何センチ、胸尾くんの47が一番大きいですね、うん、おお。アランデブ47、すごいね。畑さんが50つってたからね。で、徳ちゃんが40と44、すごいやん。あ、で胸く34と47、すごい。俺41だけで、畑くんが51と33、にごい。51の。ハスいっぱいおった。で、ハタ君はバスがまだ釣れてません。でも一番上以外釣れる気がせんちゃんね。あらあらあら。よいしょ。押して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 、あよ。
分、5分おかげで、うわ、釣り上手さ、ハタ。あー、こらえ、ハタ行け、ハタ行け、ハタせ、ハタ行け、ハタ行け、ハタ行け、さよなら。やっぱ上がいいね。明らかにあそこがいいね。あそこにとどまるのが正解やったね、断然。なんかどんどん釣れる雰囲気がなくなってくるね、下来たら。じゃあ上行きまーす。めちゃくちゃ景色いいよ。おー、いい方よ、いい方よ、いい方よ。おー、いいよ。51点じゃないかっていうぐらいの。あれっすね。50はいってない、たか。ですね。釣れました。44ですね。4。はい、ス、まあ、しっかり、あら、徳ちゃんの1匹目と一緒。はい、3匹目船では5匹目ラディーおっ、おしゃれ、あー、すごい走ってますね。はい、徳ちゃん44cm N になった。はい、ナイス、ありがとうございます。 OK、 出た、ドーンできた。よっしゃ、オッケーオッケーオッケー、フィッシュマグネット、はい、オッケーオッケー、えい、はは、いお、あるんじゃないの、ないかな。おっしゃ、オッケー、出た、よっしゃ、出た、めちゃめちゃ引くで。じゃあ行きますよ、流れの中で。おっしゃー、へい、やっぱりスピナーベイトでこの濁りのクリアな川やね。OK、 出た、よっしゃー、ダウス、危ない危ない危ない、よいしょ、 OK、 ヘイヘイ、もう一発ダウス、ハマってるぜ。オッケー、出た、よっしゃ、出た、オッケー、ダウスイ、めっちゃ餌やなこれ、おらー、よっしゃ、へい、へい、イエス、速度でバーって引くのが一番食う。結果発表、 お疲れ様でした、お疲れ様でした。いやいや、あ、なんかいろんな噂聞いてますよ。いやダムやね。
ダムですね。ダム楽しいね。ダム楽しいね。ダム楽しい。あ、でも本当楽しかったね。やっぱりあの普段自分家の近所の釣り場ももちろん面白いんやけど、たまにはこうやってダムに来るとやっぱ水も流れてるし、魚もダムって魚めちゃくちゃおるで。どこ行ってもめちゃくちゃおるで。じゃあまずは、はい、マス釣り下手っぴチームの発表からいいですか。はい。私、はい、41センチのマスを下手っぴに釣りました。おお、はい、ナイス。あれ、書く必要もない。あ、なるほど。畑くん、はい、51センチの濁いを釣りました。あり、これ濁いあり、なし、なしか、今日バス33センチのハスと30センチ未満のハスをバスだけがなぜか釣れないという。ああ、点点が足りないパターンですね。合計41センチです。よっ。さあ、じゃあ次、続きまして、はい、バス釣りガチ勢チーム、はい、はい、僕が、はい、34センチと、おっ、はい、47センチ、おっ、はい、2匹でございます。おっ、すごい。私がですね、3匹釣りまして、おっ、40センチと44を2匹、おーい、おー、おすごい、124、128、トータルで、はい、209センチ。おー、2メーター超えた。2メーターオーバー。いやいや、まあまあ、じゃあ釣り岡チーム合算してもいいんじゃないの。プロは 4対1でいいですか。いいですよ。いいですか。いいですよ、いいですよ。250センチですよ。250センチね、オッケーオッケー。一応フィッシュマグネットでやってるから。やってるから。じゃあ釣り岡4人で250センチです。はい、わかりました。結果発表していいですか。トータルで12匹釣れまして、嘘や、はい、505センチ。おっと、それは、はい、えぐい。505センチ、5メーター。いや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 、の違いを見せつけられた。ありがとうございます。ありがとうございます。あの釣り岡4人合わせたのの倍にでも勝ててません。そういう、いやいや、もうほんまそれだけでやってますんで、こちらは。これでもうほんま負けてたらあかんので、これが本業なので。すごい。しかも本業で戦っただけの話なんで。もう一個言うと、はい、一番いい場所を譲ってもらった2人が1匹しか釣れません。そうね、ここが一番いいんでしょ。結局、まあ、僕もここを去る前に釣ったのと、戻ってきてから釣ったの、はい、あと周りはもう本当に少ない。やっぱここが一番多分あのいい場所だったから、譲ってもらった俺らが1匹しか釣れない。ボイルは20回ぐらいあった。あ、だからまあまあボイルしてるやつとか、そのもうほんま隠れてるやつが結構いるから、はい、で濁ったがためにこういうクリアなところに集結してるみたいな。どっちかというとちょっとこう美味しい感じ。ここもう、ここがもうすごい美味しい感じなの。分かりました。僕、はい、バス釣り初心者チーム、うん、総選で精一杯です、うん、なるほど。やっぱだからエレキやな。あ、それはあると思う。なのでもうここに来ました、うん、僕。あ、だからもう足元が固まってるところ、はい、ね、だからほんま俺世の中でたくさんバス釣りする人いるけど、みんなに言いたいのは、総選できるようになったらめちゃくちゃ釣れるやん。うん、いや、やっぱだからこう慣れてんやろな。投げて、みんな投げて、投げて。おお、いいよ。おお、いいよ。面白いだ。ダムはやっぱりダムがすごいんよ。ダム面白い。うん、ダムがおもろい。ちなみに最大は、最大は、53かな。マジで。うん、ダウスイ。そう、ダウスイがだから何匹釣ったんやろ。ダウスイが、これダウスイ、ダウスイが4匹ちゃう。すげー、うん、でタイガンが50アップ、もう1本タイガンで釣ってるし、あとはドーンが多い。クランクでも釣れたね。すごい、時間とルアーとサイズが書いてある、うん、書いてある。そうそうそう。じゃあ、はい、圧倒的優勝は、いやいや、フィッシュマグネット畑拓真さんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。おっ、でもね、俺正直これが見たかった。まあね、ちゃんとやったよ。ちゃんとやった、はい、まあほんまここをひたすら、多分一人で出てたらここもひたすらやってると思う。ひたすらここで何匹釣れてると思います。50アップ、いや、トータル、トータル
どうかな、でも20匹ぐらい釣れるんちゃうかな。いやもうおるからいいところ、やっぱダムって釣れるとこ釣れないところの差がバコンって離れるから、いいところにガンってなんねん。だからそれを見つけるのがバスフィッシングやねん。そう、で見つけて譲ってくれたんですからね。まあ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 、それでもあんだけ釣るっていう。そうそう、やってる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 。何やってんの、無駄ち。早く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 、ほんまに一番簡単、今日ここのエリアで簡単だと思ってるのは俺はダウ水で、これよりもちょっと下だとドーンが簡単。ダウ水をもうほんまに岸ギリギリをパーって巻いてチェイスしてきたところで八の字やで。外に向かって引いたかんで、岸とギリギリで引かなかんで、最後まで。これで？なんか遊んでるみたいな。デグさん、来てるよ。デグさん。おら来た！あれ見に来たのに。おお、釣れた。マジか。でかい。でかい。ダウ水。ね、こうやってバーって巻いて、ドーンってくる。巻いたんですか今。八の字、八の字。八の字ですか。八の字。はい。すげえ。すげえ。推定何センチですか。どうだろうね。メジャーあるから。このまま向かっちゃう。そのまま。50は超えてます。ないか。ああでも51とか、52だね。52。はい。すごい。すごいマジで。そんなことあるの？感じ。さすが。さんに教えてもらった方法やってたけど、そうやろうって思って。いや本当に一匹は寄ってきました。食わなかったけど。すげえ。だから。って巻いたらさ、もう群れでバーって来るから、うん、来たらもう八の字すればもうおかしくなってるから、こいつら、ダウスイ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 、下手したら2匹かかりそうやった。マジっすか。ベタベタにいないと最後八の字してもどこでやってもいいわけじゃなくて、必死にギリギリでやんねん。ここに立ったらこう投げてゆっくり巻いて、で途中からバーってきてここで、はい、これで食うんだ。ボカーンって、マジマジにわかには信じられない。マジ、いやもうこのままこれで加えたら、おっしゃおっしゃ食った、ナイスイン食ったで、わあちょっとでかいかも、しよるやん、めちゃくちゃ低い、おいしょ、食いそうやったらね、もうじれてじれて、何だっけじれ、怖かった、おお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 、でかい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 よ。はい、ナイス。太鼓やば。はい。これちょっと測ってみます。さあ、50あるのか。70。すいません、目の手でも。お、いった。いった。52。52。51になった。51になった。見てください、ね、もうあの今51。うわでも腹でっぷ。太鼓やっぱあるね。いや雨も降ってきたのでぼちぼち戻りますか。戻りますか。楽しませていただきました。はい。まあまたね、あの来ましょうか。そうね。二人で。ちょっと。俺やりたいこと、はいはい、ネオくんやりたいことが俺の中で明確に分かりました。はいはいはい、はい、ネオくんは多分おそらくですね、今日は濁ってましたけど、濁ってない時のここまで行っての斎藤もいいでしょうが、
ずっと岸沢に打っていったり、そうやりたいよ。こっち側は多分草が多かったんですよね。そうオーバーハングとかが、うんうん、そっちは見えバスを狙って虫とかしたり、うんうん、でしょ。そうですね打ち込みたよね。今日はもう完全沈め系のあの常吉は死に来た時が、はいはいはい、はい、まあ、またあの機会来れたらぜひ来たいですね。そうね、面白かった。足しとくですよ、さっきの51。あ、それでもあの肩けん足したっちゃ、足したっちゃ3メーターやけん。降ってきたね。あ、だいぶ降ってきたね。じゃあ戻ります。はい、ご視聴ありがとうございました。釣り岡でしょうでは8月4日まで極楽湯コラボを実施してます。コラボの湯、コラボフードメニュー、コラボグッズなど販売しておりますので、ぜひチェックしてみてください。コラボグッズは、通販サイトでも購入できるので概要欄から見てください。おー